生きてるのつらいね。まあ、ちょっと癖がありますけど、まあ全然なんてそんなに、舌が敏感ではないので、味覚がねないとかっていうと今の流行りじゃないですかね、でもなんか知らないけど定期的に調子悪くなるっていうのはね、風邪をひくとなんかすごい体調不良になるっていうね、普通の風邪と違うなんか具合悪さがあるみたいな、そんな感じでしょうかね、まあしゃあないですね。まあ一応人間ドックで、まだ受けて半年も経ってないんだけども、何も異常なかったってことなんでね、大丈夫だとは思うんですけど、まあそうね、どうしても気力が勝つか体力が体調が勝つかみたいな感じで、でもまあとりあえずはね毎日自分なりに悔いが残んないようにね、いろんな気がついたことをやったりとかしてるんでね、その積み重ねが、まあ、悔い残んないくていいかななんていうふうに思いながらやっております。はい、では今日は、ここで終わってみたいと思います。短くねやるという感じでしばらくは。あなたにはね友達が必要なの。誰がやる。死して屍、拾うものなし。